大山ついに巨人確定か。国内 FA 権を行使して、残留解析化を実行している阪神大山雄介に、巨人からは次々とラブコールが届く日々である。先日は阿部誠幸介監督が FA の歴史を変えてほしいと、禁断のライバル球団への移籍を促すコメントを発表。いざとなれば直接、交渉現場に出向いて説得することも辞さない構えだ。ベテランの坂本隼人も、ポジション争いに影響が出るにもかかわらず大山くんはいい子だから、ぜひ来てほしいと巨人入りを歓迎している。これはリップサービス込みの発言ながら、球団フロントも公の場でラブコールを送るあたり、獲得への本気度が伝わってくる。そしてこれを後押しするのがなんと、大山が天敵とみなすトラバンメディアだ。大山の去就には最大限の関心を持っているのだが、そのうちの一人に胸の内を聞いてみると、残留ですか？いやいや、みなはよ出てってくれへんかなが本音ですわ。なんでかって？そらもう、メディアへの取材をあまりに拒否しまくってて、評判が最悪やから関西が嫌とか、トラバンが苦手とか言うならさっさと巨人に行って、って感じ。もう帰ってこんでいいはなんとも辛辣で、突き放した物言いなのである。もはやこじれた関係は修復不能。大山の答えはおのずと出てくるはずだ。貢献した人間に対する言葉じゃないな。こういう人間性の連中のせいでさらに嫌われるんだろうね。怒りの撤退 www。一瞬も取材してないこたつ。朝芸の一人ボケ一人ツッコミ。脳内番記者です。人生かかってるのになぜ、記者の相手をしないといけないのか。自分の人生じゃないから軽い考えしか持ち合わせていないんだろうな。セーブ手を挙げたら普通にいけそうやのに。関西メディアはアホやねん。なんで阪神担当記者まで大阪弁喋っとるん。デイリースポーツの記者くらいやろそんなの。しかも明らかにネイティブじゃないぞ。この話し方。一本1800円くらいで記事書いて暮らしていくのも大変だろうが、何でも書きゃいいってもんじゃないぞ。架空のトラバン記者やな。まったく幻影見えとるやろ。意もしない阪神担当記者と会話してるの、端から見たら怖いわ。こういう報道が嫌なんでしょ。どこの記者が言ってたか書けよ。こういう相手球団を下げる記事は本当に卑怯。阪神を全然馬鹿にできない。記事でそう書いてるだけで大山は何も言うてないし。俺は昔から関西のスポーツマスコミはクソやと思ってるけど。指名されたら悲鳴、権利行使したら非難。ほんまかわいそうだな大山。また机が勝手に喋ってるんか。農会ゴルフも参加しとるし大丈夫やろ。反感参加、残留や、農会当日欠席、移籍や。農会ゴルフ参加矢印残留や。もうわからん。阪神叩くためなら朝芸にも魂を売り渡す連中ほんまそう。巨人行ってチンパンジーの悲鳴早く聞きてえな。そりゃ嫌われるよなってムーブしかしてない関西メディアと阪神ファン。阪神ファンがどうこうもあるんかもしらんけど、ぶっちゃけ在阪マスコミの方が嫌なんじゃないかなと思う。これに関しては阪神ファンか関西圏に住んでる人の意見が聞きたい。朝芸を信じるわけじゃないが、むしろこういう記事を書かれるから大山は阪神から出たいんだなというのがよくわかる記事。プロ野球選手という夢が叶った時にはその夢を否定され。選手の権利である FA なのに文句を言われる。大山が本当哀れや。最近の阪神に対する根がキャンさすがにひどくねえか？人情の街？選手が熟考してるとこんな考えになるのわかるわ。どうせ出ていくんやろ、わよ決めてや。って思うもん。失礼な番記者が平然と湧いてくるのを放置してる球団もそもそもおかしいからな。雇い主記者ファンがあれなのに普通の感性で悩み続ける大山の精神がすごいのよ。巨人阪神なんか常にやられてね。閲覧稼げるんやろな。取材してないのが丸わかりの記事だな。野球好きじゃなくて阪神アンチ。実際、決断まで長引くのは迷惑。これ信じてるの？リテラシー笑い。まあ対立煽りはバカがすぐ釣れるからな。大山、地元メディアがアホやからこんなところで野球やってられへん。巨人が FA で取ろうとする選手に対しては、最強のゴシップメディアが総出でフェイクニュース流して。遺跡元のファンやメディアが出ていけと言ってると火のないところに煙を立てて必死にお膳立てするんだな。今回の FA 騒動でそれが一番ゾッとした。本当は巨人以外に目当ての希望球団があるんだろうね。そこが全く動かないし巨人が巨額の軍資金準備して構えてるわ。
ってこんな状況になっちゃったから悩んでるんだろうけど。ヤフコメで巨人ファンが大山のことを悪く書いて、他の巨人ファンが、だから阪神ファンは、とか言ってる流れがあったけど、ここもそんな感じだね笑い。阪神ファンの関西人は別人種の人間やで。関西のチブやで。関西人一くくりにせんといてほしいわ。妄想記事に便乗して煽るアホがいる限り堂々巡り。阪神ファンの関西人は別人種の人間やで。関西のチブやで。関西人一くくりにせんといてほしいわ。本人は悩んでてうるさいマスゴミを避けてるだけな気はするな。大山の記事が出るたびにそや出てくわうってなるのほんまおもろい。因果応報、自業自得。言ったやつは今すぐ記者引退しろ。かわいそうなのはお前の新定期。長島巨人が獲得寸前まで行ったのにファンのお願いから。最後の最後で残留決めた FA 移籍未遂はあったからね。ファンが怒ってると記事で伝えるのは影響あるんだろう。安倍坂本に来いって言われたら売れよね。わいらがイメージで書いた感じやな。実際に存在したらそれこそ自分の名前出してもそれを言うぐらい癖の強いやつだろうし、これもイメージ。憶測と妄想しか書いてない記事で苦笑するしかない。いや、ほんとは悪質だな。関西圏の阪神ファンやがマスコミは嫌いやな。そっとしとけって思うことでもずかずかと首突っ込んでいって、取材拒否されたらあることないこと書いたりするからな。全く取材せず、こういうことするから残留するんだぞ。斎藤にやってることと同じことしてるわけや。新人王投票の時、ドラバン。記者が大山に投票しまくって浜口を超える49票の組織票が発覚して、大山がどれだけ恥ずかしい思いをしたのか？トラバン記者が阪神球団に儲けさせてもらってるから組織票は当然の権利という記事見て成立したわ。読売さん、これは悪手だろう。デイリー新潮でやった失敗から何も学んでないな。ドラフト時、悲鳴、入団後、阪神ファン矢印いまいち頼りにならない。トラメディア、取材に協力的じゃない。 FA 宣言後、阪神ファンささっと出てって。トラメディア矢印ささっと出てって、あまりにもかわいそすぎる。阪神ファンにも大山を批判する権利はあるんだけど、巨人ファンは何でも叩きたいんやな。関西のチブが大阪人は温かいと言いながら京都人は冷たいだの、名古屋人は嫌いだの続けざまに発言するし、周りの関西人は反論もせずに総意にするだろう。大谷頼まれても帰らんはボケ。当然、阪神ファンにも大山批判する権利はある。入団 FA 宣言前までは思う存分、大山をぐさぐささしたじゃん。今は大山のターン。ソースは朝芸だが、朝芸含めてメディア沸かすなので、3年前の梅野の時も露骨すぎる報道ばっかだったな。やたら不仲説ばなり出して阪神から追い出そうとする。露骨すぎるで巨人さんよ。お前、ミヤゾンに似てるな。もう追加で、こんな記事は信用するに値線が出ていくとしたら理由はこういうマスゴミだろうな。あとなんかすっかりなかったことにしようとしてる大戦重複しろな。近内から無理言うてんのに未だにセーブセーブ言ってる人は頭大丈夫なんか。外野からすると、OPS700 ちょいのファーストを奪い合って巨人阪神がこんだけバチバチにやり合ってる状況がもう面白いわ。むしろ梅野の時に残ったのが阪神ファンを増強させたと思う。もっと批判していいんだ。結局、金目当てで残るんやろ、ギリギリまで攻めたろ、となるのが人間心理。むしろ梅野の段階で出ていったら、大山にはこの辺りにしといたるわ、となってた。必定記事。最初は阪神から出たいんだろうな、くらいのものだったが。だんだん条件釣り上げのための引き伸ばしがうざくなってきたわ。阪神も便利に使われて迷惑だろうな、行くなら行くでいいけどさっさと行け。それは昨今の兵庫県知事騒動でちょっと分かってきた。まず住んでる人の土台がおかしいから統計上そうなるわな。外野屋がこういうところやぞ。 OPS700 ちょいのファーストを奪い合ってにじみ出る大山への憎しみ。梅野の時に失敗したから大山はさらにきつい工作しないと引き抜けない。
の間違いでしょ、巨人さん。長引いてるの条件釣り上げだと思うの？少なくとも現役ドラフト終わるまでは続くよ。人的保障だって待ってるのだし。ルーキーイヤー含めても大山の通算 OPS は781やぞ。大山よりサトテルの方がで、B のヤバいやつに粘着されてるぞ。この記事の番記者は実在するかは知らんが、直近でさえグラウンドに入り込めるやつがサトテルに怒られてたやんけ。他球団でそんなの見たことないぞマジで。阪神巨人は本当にひどい他球団の比じゃないよ、マスコミもネットも。それもあって巨人への移籍はあんまりメリットないと思うのよね。西武ならわかるけど、まあどうするんであっても尊重するわくらい言えないのかい。大山って番記者に嫌われてるイメージないわ。佐藤輝明がヤバい記者に粘着アンチされてるイメージはあるけど、朝芸の関西弁ってコナンの服部みたいな喋り方だよな。こんな関西人おらんぞ。 W 阪神ファンです。けせ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 。梅野の時は記事の中で大阪弁喋らされてたしな。せめて出身地くらい調べてから書けよ。梅野の時って読売の仕業になるんかいな。矢野監督の発言や好き嫌いまで読売がコントロールできるわけがないのに。当時の梅野が悩んだのは阪神内部が引き起こしたこと。まさか後任の岡田監督が梅野をさらに叩くタイプなんて思わなかったし。都合の良い記事は信じるってか？笑い。これぞ引きこもり。巨人ファンとしては巨人が撤退してまた西武が名乗りを上げてほしいんだよな。西武は4番補強できて巨人は蓋されなくて済むし。とにかく阪神ファンの発表さえ見れたらそれでいいんだよな。報じてる媒体が揃いも揃って、読売も阪神ファンを乗せられて罵り合ってアホみたいと感じてきてもいいやろ。読売ファンは納会終わりに明日阿部監督が大阪と福岡行くと言ってはりますわ。そうですか。そや球団が観光霊敷いて散々注意してたのに岡田監督の就任要請漏らすようなモラルやぞあいつら。勝手に漏らしたくせに勝手に派閥争いをでっち上げて勝手に問題視して阪神を批判する。そんな連中よ。宣言してからまだ半月しか経ってないから普通なんだけどな。誰か教えてくれ。仮に FA 移籍決定とゲンドラが被ったらゲンドラに出す選手のプロテクトはどうなるんや。岡本和真の悪口やめてもらえる？関西では阪神ファンの次に多いのは巨人ファンだっけ？阪神が嫌いだからなんとかで。阪神ファンが嘘だ、捏造だ、と書くけどさ。新人王投票で49票も投票したのは事実だぞ。トラバン記者、新人王でも大山に協力したのに、恩知らず、と考えるのは当然。最初からモラルもないし。真摯な阪神ファンなら読売ファンの発狂なんて興味ないな。本当に読売ファン全員がそんな気持ちならそんなファンのチームに行く大山かわいそう。嘘やろって思うけど、スポニチの八木とかいう記者は強烈な阪神アンチで酔っ払ってツイッターで佐藤ファンに喧嘩売って夜通しレスバした上に被害者アピールしてたからな。同じくスポニチのチャリコ遠藤も梅野信者の矢のアンチ活をまたに寄進校舎のヤクルト B 機というかなりめんどくさい記者や。ビリオジ普段巨人の選手をバカにしまくってるのに、こういう時だけすがるのクソダサくてくさ。一貫性なさすぎ。アンチ失格。ビリオジって誰？仮想敵勝手に作るのやめてもらえるか？お互い日本 1.2 の半数のチームだぞ。散々、一括りにされて嫌な目してきたはず。何全員一緒の思考にしてるんだ。もしかして読売ファンではない？ファンからしても嫌なファンも良いファンも。いてるだろう。現地とネット民の民度も同じではないし。腐っているやつでできそうだが W。現役ドラフトのシーズン終了後にトレードされた選手は対象外みたいな文言ないからプロテクトされなきゃ指名可能なんちゃう。新人王投票後の阪神ファン大戦自体は何も悪くないのがかわいそう。FA 宣言後の阪神ファン、実家割れてるぞ。明らかにあれは記者が怒らせてるだけやのに阪神ファンが消せというはずなくてくさ。12月まで伸びて宣言残留したケースって過去にどれぐらいあるんかな。
最近出る報道もこういう関西嫌い版記者嫌いみたいな内容ばかりだし、SNS の流れも、大山程度に4億出すのはおかしいとか、大した選手じゃないから穴はすぐに埋まるとかが増えてきた。これ残留含めて大山が悩んでるんだとしたら、さっさと残留しなかったのは悪手やろ。この溝はもう埋まらんでしょう。少なくとも49人もの頭のおかしい阪神記者が存在するから。あれだけ大山に目をかけてやったのに。トーン着せがましい記者も当然いる。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。